いやあ、刹那圭介だよ。今回は記憶少女会えなくての実況をやっていくよ。よろしくね。前回確かこっちの部屋で赤ん坊相手で戦ったんだったな。赤ん坊にあんな手荒な真似はしたくなかったけどしょうがない。で、こっち行く入れるかなと思ったら入れませんの状態。まあアイテムはたくさん手に入っているんで、そのうちの何かが使えるんだろうなぐらいの感じ。結局包丁使ってない。ハサミに懐中電灯はまあ今使いよるけん、まあ考えんでよし。やっぱ着火剤かな。この着火剤がどこに使われるかっつうんが一番の謎やな。あと展示があったり、パソコンのキーボードがあったり、謎な部分はあるんやけどね。ん？便器の中に髪の毛の混ざった赤く濁った水と何かの肉片のような ものが入っています。ぐー、これが赤ん坊のやつなんだろう。二人合図アイテムが手に入ったんで、なんか進展はあるでしょうかなって感じなんやけどね。何ですかね、左側が全部開いてないという偏った感じですな。あ、これがなんか気になるよな。着火剤アイテム欄から開く必要はない感じのゲームやけん。誰かの日記は読んだけど、もう一回軽く見ておくぐらいはしておこうかなぐらいの感じ。まあ今は何のパスワードもないけどな。あ、ムカデのこと、もういいや、2回目やろバカ野郎。もういちいちそういう驚かんでもいいやろ。確かにムカデ怖がるのわかるよ、女の子だもの。さて、まあこうなると多分あれなんよな。そろそろイベントでここを開いとったりするんじゃないかなと思う。あかんのかい。予想全然違いましたな。なんかを燃やす的な感じなんだろうけどね。ないね。あ、え、ここ入れるんや。あ、ここ入れるん。こう下行ったら入れるもんなんじゃ。ああ、なんか地面がなんか開くんかなと思った。なんだ、階段がありますよって知るしか分かりにくい。あら、番号出てきた。パスワードか。書いたパソコン、よく見るとパソコンの画面に何か書かれています。読みますか。もちろん。ゆりのよ、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 のりゆよ。ゆりのよってなんだ。とりあえずこのパスワードなんかなかったっけなパターンか。ゆりのよ、ひらめいた。あれじゃ、パソコンどこだったかな。キーボードのやつな、これだ。ゆりのよ、ゆりのよの順番でいいんかは知らんけど、ゆりのよってあったでしょ。このゆりのよ、このキーボードでいうゆりのようのところに数字が書かれてるはずなんですよ。ああ、いや、マウス映らんのか。やっぱ、マウス映したら説明しやすいんやけど、U はどこにある？ U。U。ああ、あるある。U。8番。あれ？リードかに数字ついとんこれ。ああ、あるわ、3番か。あれ？オレンジの方を見ればいいんかな。見にくいな、なんか U のところに書いとんがなんだこれ。8かな。見にくいな。あ、でも順番通り並んどんか。多分8なんよな、これ U のところ8だと思うんよ。見にくいんやけどさ、右下に書いてるオレンジの8かな多分ね。リーがリー3かな。3やな。メモっとこ。ノー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 はどこ？ノーノー、あれノーどこ？あれノーどこだろう？あれノー？ユリのよ、オーやな。
大やけん、まあ、とりあえず農薬の農、あ、にあるで。リーの隣にあるでないか。東大モード暮らしってや、このことか。俺の目悪っ。ようか。ようだったっけ。あれ、おうだったっけ、ようだったっけ、どっちだったっけ。ようだったけん、きゅうかな。ゆりのようだったっけな。パス、全然覚えてないじゃないか。これだよ。ゆりのようだったよな。でも一回以上確認しておくけどさ。あれここだったっけその前に。あ、こっちこっちこっち。ゆりのよ。よやな。9。うん。ゆりのよ数字。あの、キーボードに書かれとった数字で照らし合わせたら8329になったんですよ。これじゃないかな。てか、それだろ。さすがにそれだろ。はい、これ。一発。これは簡単だった。よーし。わしめー、謎解きだけ。聞かんで。鍵だ。やったー。新しいとこを開くやつ。いいんやけど、鍵、名前のついてない鍵が2つも出てきた。なにこれ。まだ使われてない鍵が2つもある。だいたい1つ目に手に入った鍵が、なんでよりによって使えないのだろう。なんかこんな隙間におったらこのカエル君怖い。ここが違う。ああ、ここ。そう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 、そういうことですよ。セーブセーブ。おし。とりあえず、順調かな。慎重って言いそうになったけど。ベッドだけ？あと、本棚。まあ、こんなもんか。休めるんすか？やったこれでちょっと回復ないかな。あれ何これ。イベント始まった。ここは夢の世界です。てか言うてなんかピエロ出てくるか。夢の世界だよ。ここは夢の世界なんだよ。君の夢は君は 眠ったようだね。だからこの夢の世界に来るんだよ。僕がピエロだよ的な。何これ。あこれ動かせるんだ。あーまなんか前作にもあったよ。こう下の方に行ったらこんな感じで出てくる感じ。なこれ、なこれ。人は平気で人を傷つける。傷つけられた人の痛みも知らずに。こういうのあったな、前作にも。なんか下の方に行っていったら、だん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 いろんなもんが出てくる的な。本当にこっちであっとんかっていう感覚もあるんやけど、まああっとんでしょうねぐらいでちょっと下の方に行くわけです。出てきた。痛い。痛い。やめてよ。お腹が痛いよ。心も痛いよ。これ波江 お姉ちゃんかな。そんな感じがしたけど、まあだんだん下へ行くんですな。あ、来た来た。これはお父さん、お父さん、お父さん。みんな分かっているんだ。でも、傷つけてしまう。どういうことだい？お父さん、何やってんだ？あ、ミュウちゃん、ミュウちゃん、ミュウちゃん。みんな一度は人を傷つけたことがあるはず。ただ、気づいていないだけ。そう、あなたも、雪景も俺出てきた。お、俺まで出てこんでもいいやろ。違う、私は、そんなことしない。雪景さんも、雪景さんも、きっと、なんで俺の名前呼ばれないかんの。君、俺のことを何も知らんくせに。え、今のは一体、こっちが聞きたいわ。なんで俺まで混ぜてくるん。あれ ?HP 回復してない。疲れもそのままじゃなかった。これ。お、なんかある、なんかある。まだ鍵来た。これは上の方のかな。開いてなかったもんね。ほら。いい感じ、いい感じ。進むやる、進むやる。で、セーブします。なんで俺の名前出てきたんや。え？なんかやばいで。なんかやばそうなとこ来たで。なんこれ、なんこれ。カレンダーと、椅子と机。え、シンプル？あ、絶対これ、まだなんかと戦うわ。ことになるんじゃん。
そんな気がするよ、この広さ的に。ほら、や、こいや。展示？あ、めっちゃ長っ。解読に時間がかかるやつやな。とりあえずメモっとかないかな、また。ちょっと今後ろおったんやけど、メモろうとしたんやけど、ちょっと、え一回だけ、え一回だけ、え、今映ったんやけど、なんか知らん人が知らん人が。とりあえずメモります。はい、解読してきました。言葉は下下下、右右、ハサミでそこを切れだそうです。ここから下下下、右右かな。1、2、3、4、5。あ、カーペットをハサミで決めました。きたー、髪切れ。なんだなんだ、髪切れ、なんだ髪切れ。あーあーあー、お邪魔してます。見えない、見えないよ。みんなどこにいる？私はどこにいるんだ？知るかよ。知らねえよ俺が知ってたら怖いと思うだろ。そうさ、怖いよ紙切れね。あれ、アイテム欄が開けない。え、あ、開ける。え、なんだった、なんだったんや、なにこれここアイテム欄開けないエリアなんだ。オッケーオッケー。とりあえず紙切れ拾ったわけね。ベッドの後ろで15秒間。はい、ベッドの後ろで15秒間。ああ、待機しとけってことか。ベッドあったな。ああああおねんねしてるんですか、ぽっちゃん後ろってどっち？え、ここ？こっちか？ここでおればいいんかな？あ、おおお、いいよいいよ15秒測ってなかったけど、いけたみたいやね。うん？助けて、痛い、痛いの。大きなお腹と心が。信じてたのに、セダニ先生って読むか知らんけど、だけは信じてたのに裏切られた。私悲しい、すごく悲しくて痛かった。私とあの人の間で生まれた赤ちゃんをあの人は捨てた。え、私もあの人セダニに捨てられた。私悲しかった。赤ちゃんに悪いことした。全部私のせいだ。赤ちゃん死んじゃったの全部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 。ええ、えっ、こいつも戦う、戦わないかんのか。あっ、えっ、え、なになになに、えっ、えっ、え、なにこれ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 、めっちゃおる、めっちゃおるやん。えっ、そうです、そういう集団でお酒がかかってくる禁止。そういうんで、集団でお酒がかかってくる禁止やし、しかも早いし。あーもう、あーもう、てかどっちに逃げればいいんや。SOS、どっちに逃げればいいんこれ。SOS、誰かさん SOS、あっ、あ、とりあえず逃げれば勝ちぐらいの感じで考えとけばいいんか分からんけど、やばい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 、倒すんだらこんなに人数出てくる、ちょっとグロいやろ。いやー、やめてきろ、やめてきろ、やめてきろ、やめてー、俺と陣逃げればいいんや。それでどっちに逃げるか教えてくれ。あー、やばい、そうそう、いけるんだ、いけるんだ、いけるんだ。あー、おっ、あー、いけ、いけ、いけ、俺の限界を教えて。いけるよ、まだいけるよ、まだいけるよ、まだいけるんだけど、どっちに逃げればいいか分からんけん。いや、とりあえず下の方に逃げ切ればなんとかなるんかな、みたいに。あっ、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 ここでこっちが合ってどうかもないやもん。えっ、あ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 っ
一瞬ちょっと背中の方に突っ込んでたんやけど。わお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 わあー、あ、捕まった、捕まった、捕まった。結局人間なんてみんな同じ、自分のことでしか頭にない。私や他人のことなんてどうでもいいのよ。自分さえ良ければ、自分さえ助ければそれでいいと思っているのよ。だから平気で私や赤ちゃんを傷つけることができるのよ。許さない、私は絶対に許さない。他人なんて信じられない、みんな嘘ばっかり。セダニーもみんな死んじゃえばいいのに、この世界からいなくなればいいのに。うん、どうすればよかったんや。はい、まあこんな感じで今回はここまでとさせていただきましょう。一応進んだんやけど、謎解きはね。今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。